残念ながら僕らのふるさとは陸の孤島となりました。震災後誰も住めなくなったふるさとに20年ぶりに弟が帰ってきた。僕は誰もいなくなったから帰ってきたんです。今頃帰ってきたよ。何がわかる。もう一回やり直してんだ。あの日ふるさとを失った家族の新たな物語が始まる。家路。